コラボス、大阪五十山。おはようございます。皆さん、時刻は8時16分となりました。今日はここ、じゃん、水飲み地蔵前、ナンバー I-17 でしたかね前にやってきております。今日はここから、はい、お宿間雨山です。あれが雨山ですね、はい、先日登りました。今日はこっちに行って、小富士山、ちっちゃい山ね、あのちっちゃい山ね、はい、降りてきて、はい、で、何やったかな、高城山、はい、高橋山やばいですね。なんせ今日は大阪五十山は34座35座と行って、犬鳴温泉でしっぽり使って帰ろうというプランであります、はいはい、それでは今日も元気に行ってみよう。あう、ここね、小富士山ね、前も行きたかったんですよ。よく右見て左見て、前はね、ちょっと時間がね、なかったしね、ヘロヘロだったんでパスしたんですが、ここ眺めがいいらしいんで、ちょっと楽しみしてたんですよ。今日行ってみたいと思います。こっからで、そう、泉州小富士山。それでは早速登ってみたいと思います。車両だったね。8時18分スタートですね、はい、今日はね、この冬一番の寒波がやってきてるということで、はい、もう手が縛れる寒さですよ、うん。上着を脱ぎませんね、まだね、うん、なかなか足元から急な階段ですね、うん。はい、はい、その下から上がってきました。で、いろいろね、行く先々にお参りスポットがあるんですよ。これ西国さんなんで。で、こっちのお地蔵さんにもお参りできもうて、進路はこっちです。ここ、ご覧ください、小富士山ちっちゃこれ山道になるわけね。あ、なるほど、こっから山道だね。激しいなこれ。おお、すごい。雨山。いや、あのね、ほんま、あの階段が終わってちょっとの距離なんやけど、何せすごい斜度やから、両手使わないと登れないぐらい、はい、あ、海が、あ、見て、見て、あ、ここか、山頂です。小富士山、イエーイ、はい、8時45分、距離は600メートル。ごっつい600メートル。すごかったな、やばかったな。
よし、写真撮ろう。やばかったわ。ちょっとヒヤッとしたわ。電ラッシュ。はい。お、三角電ラッシュ音だ。おや、こら。こっちが本間の小富士山ですね。どうも、うん。あ、すごいやん、景色も。なんやこの池。ミナークライクだね。ダムじゃなくって、あ、はいはい、ご飯食べたとこ。うん。へえ。あ、食べてないわ。ちゃうだ。嘘です。いろいろ記憶がこっちになってます。へえ、こっちやな絶対。よかったな、さっきのピストン線で。お危ない危ない危ない。よし。はい。時刻は？時刻は8時51分。はい。距離は700メートルです。いや、なんせね、もう登るところのシャドウがすごかったからね。あ、こっちいい感じの紅葉が。え、ゴルフ場かなこれ。へえ。あ、今ちょっともう冬枯れた雰囲気になってるけど、もうちょっと早かったらすごい綺麗な紅葉やったんちゃうかなという雰囲気やね。いやー、さすが見晴らしいわ。ヒアイズ小富士、イエイ。はい、メインキャラもやります。小富士はまたタッチ、イエイ。誰がメインキャラやねそうか、おっさんさんもキャラ、お互い主役やこれか。おう、違うルートで下山します。はい、さっきのはちょっと急すぎて危ない。こっちも急らしいけどな、うん、下に見えてる道路をめがけて降りていきます。で、下山後あの道路をちょっと走ります。ツツジ？なんでもこれツツジ咲いてんの。季節外れやな。だいたい5月ぐらいやもんな。振り返れば小富士山。バス停からの道より断然こっちの道の方が降りやすかったよ。うん、まあ、一瞬なんやけど、あれちょっとあれやったな、怖かったな。道もなんかね、目を和ませてくれるジャングルチックな。こっちの方が距離が長い。ああ、まあでもね、もう歩ける方がいい。ちょっとスピードありすぎた。もう早く乗って終わったから。9時19分です、はい、車道に出てきました、はい、ちょっと予定してたのと違うところに出てきたんですけどはい、本当はここから降りてくる予定やったんですけどね。さっきのから数百メートル駆け下ってきた感じやったね、はい、何がどこでどうなったか知らんけど全然違うところに降りてきてしまったね、はい、ほんまはここでした。うん、まあでもさっきの方が急じゃなくてよかったんちゃう。結果良ければ全てよし。はい、ここからしばらく舗装路を進みます。おいおい。はい、小富士山を奥なんかぐるっと回ってきました。はい、こっちがぐるっと回ってきましたというのはこういうことですね。ぐるっと回ってきました。はい、こっち側が小富士山。そうですね。こっちが雨山。おお、ほんまぐるっと回ってきたな。はい、はい、四足林道を歩いてます四つ足かもしれませんなんでルート上にいるという安心感はいいね。はい、変なコース取りやからね、毎日そこあるのにね。そうやねこの小富士を入れようとするとこうなってしまったね。うん、そうやな。方角は左の方やな。
行けそうな。はい、10時50分尾根分岐に出てきました。ようやくまともな道に出れたほっとしてます。今日のおやつ、クロンワーク高野豆腐ピザ、ダイヤン、おいしい、おいしいね。うんうん、何キロ今。7.7。はい、うっそうとした道でした。うん、これが普通の道。こっちから来なかったね、ほんまはな。道なき道、ほんままだよじ登ってきたわ。こっからでしょ、うん、メイキング。ケチャップとマヨネーズ混ぜて、パセリと、これオーロラソースね。これちなみに高野豆腐戻して、こう半分に切ってから3枚にスライスして1枚がこんな大きさ。わかる意味。うん、チーズを乗せてます。はい、乗せてます。はい。作業は順調に進んでおります。味をね、これはマスタードマヨネーズも作ってみました。これ何の乗せてるんですか、上に。これはね、冷凍コーンをね、ちょっと彩りに乗せてます。冷凍コーンとソーセージ、ウインナーですね。ウインナー、はい。で、これあとは胡椒をかけてパセリ振って焼くだけです。はい、オーブントースターに入りました。はい、15分ぐらい焼きましょうかね。はい、焼けてきたよ。さまどでお届けします。そしてここに15分ぐらいですかね。そうですね、はい、仕上げに黒胡椒をひいて、んで、ここに彩りに、まあ、パセリね。とかを、何それ。パセリですね。パセリ、パセリ、おー、とかを彩りに。ね、美味しそうになったやろ。うん、まあ、熱いうちに振るのがポイントですね。くっついて、くっついてくれます。チーズがとろけてるんで。出来上がり。はい、出来上がりでーす。はい、そうなんちゅうです。またこんなことをしております。おお。テープ。命拾い。命拾い。ほんまやで、いかんでよかったな、思ったね。うん。いや、あの下のシャドウやばいもん。うん。でっかい石転がり落としてガッターン言うとったの。なあ、リュウさん。はい。どこで間違ったんやろな。今度ソーセージ3回目ぐらい。なんでやろな。うん、美しいな。本来の道はこんなに美しいというんですよ。あ、待って、怪しいで、これ。こっちかな。魔法瓶に湯を持ってきたんですけど、はい、前ちょっとラーメンぬるかったんで、はい、頑張ってこれ持ってきました。バーナーを持ってきました。外ですね、これご覧ください、中、はい、見て、ちょっと湧いてきました。はい、じゃーん、どん兵衛です。うん、やっぱりね、沸かすとね、ちゃうな、全然。バーナーかさばるけど、うん、いいわ、あったか。あく、おいしい、どん兵衛最高。はい、11時37分、昼食会場を後にします。はい、お世話になりました。はい、さあ、我々はこの後無事にたどり着けるのであろうか、謎。はい、どうなんですかね、ちょっとわからんな。はい、ちょっと見えにくいですかね、海が見えました。道は素晴らしくいい道になりました。ああ、もうね、生きた心地がせんかったよね。ああ、ほんま、あのお昼ご飯会場以降はラッキーやね。はい、はあ、そうじゃないよ、今日俺今出してるいらんやんみたいな。そうてない。やばかったよね、ようやくここまで来たって感じよね。弁天だけアプローチが長いんや。うん、よし、
あ、よしよし、あ、大丈夫か。よろよろ。高城山に向かいます。はい。これか。もう分かりやすい。あ、ここはでもあれやな。うん、こっちでいいか。素晴らしいやん。めっちゃノーマルトランド。正規ルートに乗ってからはね、よく整備されてるしね。たまに倒木あるぐらいで。あ、ここ？はいはい。非常に分かりやすくなっててありがたいね。案内だらけ。3つもあるで。高城。分かってんねやろなぐらいの。いや、ありがたいよ。あ、なんか普通に行けそうやな。もうそこやで。なあ、うん、行ける気がしてきた。行けるわ。いよいよ第34座ですね。はい。大阪はね、50しかないからちょっと寂しいよね。しかし、結構マイナーな山が多いから。いやもうね、来ました。あ、来た。来ましたよ。時刻は、12時10分。12時10分、距離は 9.6 キロ。はい。高城山ほにゃ、これでいいのかな、うん、到着しました。ありがとうございました。タッチやりました。いや、ここに来るまでの道中が大変でした。ほんまにヘロヘロになりました。なんかあれやね、可愛らしい犬鳴山したっけ。はい、こう降りてきました。そこに五本松って書いてますね、はい、でなおかつここを見るとこの新設地図が五本松。はい、ここなんか間違ったんですかね、シール買ってですね。はい、はい、こっち行ってみましょう。綺麗な道、嬉しい。はい、車道に出てきました。はい、12時16分、はい、五本松を目指してます、はい、時折雪がちらついてます。そして誰もいません。いませんな。距離は間もなく10キロです、はい、あ、雪がねえ、初雪やわな。まあ、あのビシャッとした雪じゃないからいいよね。パラパラしてる。あ、こっち入ってきた。うん、まあ、いただいてるそうです。いいですか、映して。いいですか。今日は大阪五十座のあれを見た。高城山と、はいはい、東明ヶ岳、はいはいはい、行こうと思って。すぐ分かりました。すぐ、いつも見てるんで。あ、ありがとうございます。どれが好きですか、YouTube。 どの山が好きですか。どのって、もうあの全部一通りを見させていただいて。今日はどこ行ってきはったんですか。今日はあの牧尾山口の方から、はいはいはい、ずっと登って、あのなんだ、その泉葛城、はいはいはい、で、それより前のあのなんだったっけ、あの大石神で、ね、おお、それともう一個前は何やったかな。どこまで行きはるんですか。ほんで、いや、もうあの犬鳴き、犬鳴きで、ああ、はいはい、24、5キロ。ああ、今日は雨山の方から来たんですよ。小藤山っていう山があって、はいはい、それちょろっと登って車道をだいぶ通って、はい、はい、今日の様子をまた明かしますんで、また偉い目にあったんですよ。ヘロヘロで、あ、一緒に撮ってもらえる。はい、12時44分です。
五本松到着、距離はもうなく12キロになろうとしております。はい、やってるんや売店。ああ、やってるな、うん、売店に立ち寄りたいと思います。はい、ああありがとう、すいません。おいしい、うん、はい、1時休憩終わりました。はい、椎茸を買いました。椎茸買いました、はい、250円でした。はい、これから紀仙高原スカイラインをちょっと下っていきます。もうあの林道終点、はい、こっち行きます。時刻は13時11分。はい、距離は 13.4 キロ。はい、リンドウ終点です。はい、そしてここから我々は、東明ヶ岳を目指します。はい、東明ヶ岳です。犬鳴山の方へね。はい、もうすぐですかね。まだまだやじゃん。何言ってんの。から駆け下りてきました。ちょっと通り過ぎそうになりましたけど、太田は13時21分です。距離は間もなく15キロになろうとしております。はい、ここから山道へ入っていきます。15キロ入ってます。はい、また急な登りになりました。ワイルドやな。はい、距離は 15.4 キロ。はい、やりました。太田は、太田は大天井ヶ岳って言うのかな、きっとそうだろうな、うん、犬鳴山八八岳、八岳の一つ、うん、タッチ、ちょっと展望はあまりないですけどね、うん、あ、ここですね、やりました、タッチ、本日の2座目。はい、ここは五十山じゃないですけどね。ないですね。じゃあどっちですかね。東明ヶ岳の方に行きます。ああ、東明ってこういう東明。そうですよ。へえ、はい。私てっきりあの野菜の東明かと思った。なるほど。立ってるのが東明畑かな、あの辺りだと思いますけど、また急なのよこれね。行場や行場、めっちゃ引っかかるのよ。ほんで文句ばっかり言うてます。急なのよ。そうや、そうや、天狗岳の東明ヶ岳なんや。ああ、14時15分、はい、なんと、はあ、すごい、ここまではいい道だった、はい、ちゃんこばようわからんけど東明めっちゃ達筆やなこれ。東明ヶ岳、豆の東明ちゃうよ。
やったー、なんか意表をつくぐらいいい道で来れてびっくりやわ。あ、これすごい綺麗やな、ここ。うん、距離は 16.5 キロ。大阪五十山は第35座。はい。東明ヶ岳。キョロキョロ。タッチ。やりました。キョロキョロ。ないな。何か。な、ないな。ないな。これでいいやろ。これでいい。やったね、今日の。コンプリート、一時期は引き返そうかとか言っとったんだけどね、はい、無事今日のあれを達成できて何より感無量、イエイ、ね、イエイ。次は温泉。温泉、うん、はい、かわいい。ちょっと、ちょっとおどおどしいけど、へえ。よかったね、こっちが来れて、うん、この赤いに備えてやるよ。はい、三浦木山温泉に向かってます。一時はどうなるかと思いましたが、いやー、ここ最近にないぐらいの迷いっぷりやったね。七ヶ岳も大変やったけど、あそこはそんなに迷ってへんやん。コースも大変やったけど、うん、まあ、今回は結構あれやね、精神的に追い詰められたね。恐るべし大阪五十山。まあ無事に行けて何よりよ。どんべは美味しかったね。はい、ここ、ね、うん、分岐に来ました。ここを左に行きます。はい、ここを戻ってきました。はい、お嬢さんのところ、さっきのところね、行きかけたところ、はい、はいはいはい、ありがとうございました。京塚権現山、ここね、道寺様はね、みんなすごいね、優しそうな顔してはるよ。ほら、お腹がちょっとリュウちゃんみたい。こんなお腹やろ。リュウもおるし。こんにちは。はい、3時3分です。はい、なんかいつもと違うところに出てきたな。そりゃそうやん、いつもは前の山から降りてくんのに。あ、そういうこと。そうやで、こっち来んの初めてやで。なんかあれ、これ裏口みたいな。めっちゃ裏口びっくりした。そうやで、逆に裏はこんななってたんやな。あ、そうやん。へえ、りゅうちゃんも初めてやろ。初めてやん。東明ヶ岳入り口って書いてるでちゃうと。ほんまや、うん、あそこにほら、大きな不動明王さんいてはるやん。そうやね、いつもあそこから降りてくるもんな。そうそう、これすいませんね、お尻の方から。え、びっくり。いや、見覚えのある。こっちがびっくりやわ。見覚えのある赤いのが見えてんなと思った。まさか裏口やと思わんかった。おー、立派。ご立派、うん、お世話になりました。ありがとうございました。無事降りてこれて本当に良かったです。一時はどうなるかと思いました。俺に任せとったら大丈夫ね。犬の墓へね。ここはね、手を押すとかんとね。うん、ここは設置できたよね。はい、ただいまは15時31分、はい、距離は 19.3 よ、ただいま、はい、やりました。7時間15分の旅が無事終了しました。こちらの、はい、お風呂をいただいて、はい、その上のバス停に乗って、忘れてバスに乗って帰りたいと思っております。はい、リュウジさんどうでしたかね、今日は。いや、もう一時引き返そうと思いましたけどね。引き返そうと思いましたね。もうひどい迷い具合でしたね、相変わらず我々のセンスの中から。もうひどい目に遭いました。俺に任せて大丈夫なんや。でもさ、今日はチルの子いるんで、もう俺に任せて、いけるいける。でもまあ思った通りというか、思った以上に迷いました。でもこうしてね、無事ね、全部の予定を済ましてお風呂に入れるということで、今日も良かったです。はい、それでは皆さん、またお会いしましょう。またね、はい、今日は、打ち上げあります。あります、はい。
南邸さんです。最高でした、はい、さっぱりしましたね。さっぱりしました。ここね、あの露天風呂の入り口が、ね、2つあることに気づいてね、女風呂。え、そうなん。そうやね、普通に内風呂とあのちっちゃいプライベート露天風呂ってついてるところだけやと思って、うん、で、あ、今日プライベート露天風呂最後に入りたいけどみんな入ってるわ、まあいっかと思って、うん、脱衣所に行ったんですよ、うん、ほんなら脱衣所の真正面に大露天風呂っていうのがあって入り口がつながってないねん、これ。で、洗い場が2つだけあって、もう私大露天風呂だけでええわこれって思うぐらいの歌水湯もあってな、前回気づかんかって、豪華やな。そうやね、え、男そんなことない、ええ風呂やったで。大露天風呂だけと思うで多分。いや絶対あれやで、隠れたとこにちっちゃいのあるんやで、きっと。ないないか、女の人だけかな、こんなこだわるの。いや、ここいいお風呂見つけて、ほんまね、この間ね、いっぱいやった時ガーンって感じだったんやけどね、いつものとこが。はい、梅田にやってきました。これポンシャさんです。これ千何年だったかな。忘れた。とりあえずいただきます。マグロ尽くしです。私は何気にね、これ好きなの。お寿司屋さんではないです。居酒屋です。寿司居酒屋です。はい。うんうん。飲み込む60分1000円。うん。うん。はい、ありがとう。はい、イエーイ、イエーイ。1時間1本勝負です。1本ね。あ、ウーロン茶、ウーロン茶、はい。今ビール2杯とウーロン茶3杯目です。あ、ウーロン茶だったらハイボールです。1本勝負かね。1時間1000円です。来ました、本日の名物メインイベント、鶏チリトリ鍋です。この麺料理、チリトリって何って思う人のために解説すると、このお鍋の形がチリトリっぽいでしょ、この掃除のチリトリっぽいでしょ、だからチリトリ鍋って言うんですよ。なるほど。ここの名物は、ほんまはあのスタミナチリトリっていうホルモンと豚バラが入ってるやつなんですけど、我々はもうすでに豚バラとホルモンでは胃がもたれる世代ですので、一番さっぱりした鶏肉のチリトリにしました、はい、これね、ここのね、この分かる、この赤さ、赤さ寄ってくださいよ、この熱っこれがね、独特の辛みがあってね、でも辛すぎないのよ、この見た目に関して。で、ここのね、鶏がね、プリッとしててまた美味しいね。これは1人前980円で、2人前です。はい、はい、召し上がってみてください、はい、召し上がってる様子をズームアップ。暑いらしい、暑いらしい。うわ、美味しい。あの辛みが程よいよね。じゃあ私めもいただいてみたいと思います。
あのテーブル席で頼むとテーブルでずっと出来上がるまでの様子を見てなあかんねん。こんぐらいあんねん最初こんもりと、それが火通っていくとこんぐらいになってくるんですね。これね、あの鍋跡のご飯入れたりとか麺入れたりとかもできんねん。そう、麺がまた美味しい。私はご飯の方が好きやけどね、はい、でこいつをうん、甘みと旨みと辛みのバランスが良い。はい、うん、美味しいです。温まりますね。はい、じゃーん麺が入りました。豆腐もオプションで食べました。トッピング、イエーイイエーイ。なんかあの瓦そばからすんげー食べるよな。もう申し訳ない。純喜さん、ウーロン茶飲んでません？そんなね、ヨウさん飲まれへん。あ、私にしちゃヨウ飲んだ方やで。飲みすぎやねん。もうね、数えられへんね。これ何杯か数えられへんな。多分6杯目くらい、ね、ビールは3杯飲んだ覚えてる。ビールは3杯、ハイボール言い過ぎてもわからない。6杯目ぐらい？なんか薄いとか言い張ってるけど、そんな薄くない。薄いの？言ってる時点でもう言ってる。1時間1本勝負やからね。今50分、もうすぐ50分。あ、じゃあラストオーダー言いに来るね。ラストオーダーではハイボールかな。おい、酔うわこれ。アホ。濃いね。はい、完食。変わらそばいつ。今日あれですね、いろいろおしゃべりできて楽しかったですね。はい、りゅうさんどうでしたかね。よう飲みますね。よう飲みましたね。これ8杯目ぐらいですね。あ、そうやね、だいぶ飲んでるね。ビール3杯とビール3杯と、はい、ビール3杯とハイボール多分8杯ぐらい、ね、1時間っていうか1000円で11杯。もうね、缶ジュースより安いよ。そうやね。ここの1時間1000円お得よね。はい、こんな感じで今日の打ち上げは終了です。またねー。バイバーイ。ヘロヘロヘロ。